野良神は、あだちとかによる日本の漫画。講段社月刊少年マガジン2011年1月号より、連載中。祭る者を持たない、野良神である無名の武士によると、主人公に、彼や、周囲の人々をめぐる戦いを描いたバトル漫画。主人公を含む日本の神とそれを取り巻く環境を、題材に描いた現代和風ファンタジーバトルであり、 2014年と2015年にはアニメ化されている。2018年8月時点で電子版を含めた累計発行部数は630万部を記録している。社を持たない無名の神夜とは、たった5円の再選で、水道管修理やらコンビニのアルバイトなど、何でも引き受けるデリバリーゴットである。とある依頼を遂行中だった夜とは、不注意から中学生の少女、息日よりを、 交通事故に合わせてしまう。日和りは一命を取り留めたが、幽体離脱しやすい体質になってしまい、その体質改善のために、ヨルトと関わるようになる。悲願の世界に関わるようになった日和りは、たびたび邪悪なあやかしに襲われるようになる。彼女をあやかしから救うため、ヨルトは武器として使えてくれる人義に、わずか14歳で死んだ、少年齢を見出す。 夜とに、雪音の名を与えられた少年は、優しく接してくれる日寄りを慕う一方で、神らしからぬ振る舞いを見せる夜とに反発し、また、死神への未練からやがて万引きなどの盗みを犯し始めるが、それらの行いは、夜との体に消えない穢れを植え付けてゆく。そして、雪音の心の穢れはついに、夜との命を脅かし、雪音自身まであやかしに変えかけるほどのものとなるが、 若くして落命した雪音に人として生きるチャンスを与えたいというヨルトの真意を知ると、雪音は激しい苦痛を伴う、敬に耐えて心を清め、ようやくヨルトを主として認めるのだった。時を同じくして最強の武神と歌われる七福神、ビシャモン門天がヨルトの前に現れる。彼女はかつて使えていた神器たち、朝の一族を皆殺しにしたヨルトを旧敵として、 つけ狙っていた。朝の一族は、不条を抱き主心を怪我した、犯人探しが原因で互いへの疑心暗鬼に陥り、そのほとんどがあやかしかして、ビシャモンの命を脅かしたのだ。朝の一族唯一の生き残り、超朝から依頼された夜とは、あやかしかした、朝の一族を殺すことでビシャモンを救ったが、結果として彼女は、強い罪悪感を抱くようになり、 自らの負担を承知の上で無闇に資料を召し上げ、新たな仁義、ともの一族を増やし続けていた。しかし限度を超えた資料の召し上げは、主審に帰り見られない寂しい仁義を増やす行為でもあり、仁義の心に隙間を作っていることに、ビシャモ門は気づいていない。ビシャモ門の仁義の一人、陸ともは、そんな彼女を代替わりさせるために、ヨルトを利用しようと目論み、 ヨルトの弱点である日寄りの霊体を高間ヶ原へ拉致する。肉体と霊体が引き離され、生命の危機に陥った日寄りを助けるため、ヨルトは高間ヶ原のビシャモンテンの本拠地へ殴り込む。互いを誤解したままヨルトとビシャモンテンは戦い始めるが、陸トモエによって、ビシャモンテンの神儀たちが次々とあやかしかし始め、事態は混乱し、ビシャモンテンは再び落命しかける。 そこへ、監禁状態から脱出した日和りたちが駆けつけ、ヨルトとビシャモンテンの誤解を解くと、ヨルトは日和りを連れて境へ戻り、ビシャモンテンは、陸と萌えとあやかしかした人儀たちの始末を、自らの手でつけ、ヨルトとの長い因縁に終止符を打った。ビシャモンとの和解からしばらく経ち、日和りから作ってもらった小さな社が、天に認められたことで正式に神となったヨルトだったが、 真の術したる夜との父に捕らえられ、黄泉に向かった、エビスを救いに行くこととなる。日和りたちの尽力により黄泉からぬ帰還を果たしたものの、エビスが術者であると判断した天の軍勢により、エビスは撃たれてしまった。代替わりした、新たなエビスとの会話に、後押しされた夜とは、野良との縁を切り、服の神として生きることを決意する。しかし本来、神と人の調和を保つ。 マビーク神であるヨルトが福の神となることを良しとしない。ヨルトの父と野良は様々な策略を巡らせてヨルトの周囲の人間を追い詰めていく。一方、陸と萌えの背後にいたのがヨルトの父である術師と知った美モンは人技たちの本当のあだとして独自に術師を打つ方法を探っていた。しかし術師が神と人技のつながりにおいて最大の近畿である 神の姫ごとを強制的に暴くことができると知った美沙門は自分の神器たちをこれ以上犠牲にしないためにかつて天に歯向かい封じられた古代の神器、祝を解放するという禁忌を犯しながらも術師を打とうとする。その頃、年に一度高間ヶ原で開かれる神儀に参加していたヨルトたちは天に反逆した美沙門を打つため挙兵した神々の軍勢から彼女を守ろうとする。 雷神、竹見和智と対峙することとなった夜とは、彼の猛攻に苦戦を強いられる。また、天に対して強い憎しみを抱くそう、七木は、歪車門に聞く耳を持たずに神々に攻撃を始めてしまう。声は、テレビアニメ、縁は、舞台のもの。天神とその神義将服とその神義歪車門天と、その神義恵比寿とその神義七福神通称、神七。 ツートップの大国主とエビス以外のメンバーの恋愛は、ごハットらしい。エビスャモンについては別記。天の神々と神儀800万の神々をまとめる存在であり、天神神の集団である。神としての戸籍である、天籍の管理等を行っている。天の頂点に立つアマテラス大臣へ忠誠を誓わなければ、神として認めず、天籍の剥奪を行い、従わない神を、 末路はぬ神として、討伐、粛清を行う。大昔に、スータの神々を滅ぼしており、七福神が一柱大国主とも争ったことがある。神儀集団、天妻守り幼い資料を集めた、かごめ道寺を有する。宮様に対するクーデターは、八逆最大の罪、大逆と呼ばれ、即刻死罪の対象となり、討伐隊が結成される。なお、 討伐に参加する神々は何かあった時に、後腐れがないように頭から布をかぶって顔を隠す。その他の神と、神義2014年1月から3月まで放送された。全1二話。また、原作の第10巻、第11巻に、オディが付属され、第1話は原作、第25話神がかりの話、第2話は原作。 第24話、お花見の話が映像化された。2014年4月1日のエープリルフール企画では、公式サイトが、野良猫へ変更され、登場キャラクターが猫耳姿で、SD 化したオリジナルの BD、DVD 発売告知映像が制作された。2015年4月にテレビアニメ第2期の制作が、決定し、同年10月より12月まで、 野良神荒ごとのタイトルで放送された。監督は、アニメ映画、狼子供の雨と雪の助監督を経て、本作で、初監督を務める田村孝太郎。シリーズ構成は、荒川アンダーザブリッジや、謎の彼女 X の赤尾でこ。キャラクターデザインは、カウボーイビバップ天国の扉や、とわのクオンの川本敏弘。アニメーション制作は、鋼の錬金術師や、エウレカセブン A.O. のボンズが、 それぞれ担当する。なお、エンディングには毎日放送プロデューサーの丸山博夫が協力としてクレジットされている。原作の第1話を読んだ時点で着目していた、ボンズのプロデューサーの南雅彦が、狼子供の雨と雪の制作が終了したあたりで、田村光太郎へ話を持ちかけてきた作品の一つが、本作だった。あまり漫画を読まない田村にとっては、 本作も知らない作品の一つだったが、読み進めるうちにどこかで見たような要素の組み合わせに面白さを感じた彼は依頼に応じて監督となり、ハードな展開の入り口部分は気をつけながら常に原作に沿いたいと制作に努めた。基本的に原作の足立とかからは一任されているが、脚本の打ち合わせには担当編集者が毎回必ず出席しており、 不明な点があるとすぐに足立と電話で確認してもらう、上、原作で外したくない点の指摘も受けている。当初から、夜と日より、雪女主人公3人の関係性に重点が置かれており、疑似家族間が本作の大きな魅力とされている。また、日よりのキャラクター性にはかなり気が使われている。アクション演出は、夜との強さによる斬撃の盛り上がりの不足を考慮し、 足立や編集者と一緒に決め台詞が考案された。画面演出は心情表現を丁寧に描く意味から平凡なものとなっているがギャグとシリアスのバランスには毎回悩んでおり軽いノリの中で後半のシリアス展開を匂わせている。萌え演出はポルノまがいのものになっている近年の傾向に反し原作に沿ったちょっと外してる感じを出すことで 過度のエロさを出さないように心がけられている。アニメオリジナル要素は、全十二話という冊子では、原作で人気の高い、ビシャモンヘニア、K を描けないという理由から、最初に、主人公3人がうまくいきそうな気配を見せてから、その関係性を崩すことで視聴者の応援を呼び起こし、元へ戻すという構成が取られた。そのため、テレビアニメ版では、 原作の第1話で描かれたいじめの話が視聴者の一話あきりを防ぐ意味からも第8話で扱われている。この改編について田村は原作をないがしろにするつもりは全くありませんと答えている。アニメオリジナルキャラクターの某も制作時点で原作が連載中であることを踏まえた原作の未来を奪わない形で決着をつけられないかとの構想から登場となった。 また、主人公3人の動機や行動原理は、あだとの話し合いを経て大切に模索されており、3人の担当声優も、キャラクター性、バランス、本作のテーマを考慮して、長時間のオーディションで選ばれた。それゆえ、狼子供の雨と雪と違って、俳優ではなく声優が起用されている。2013年6月16日にテレビアニメ化が発表された後、 同年9月6日には公式サイトが開設され、メインビジュアルやスタッフが公開されるとともに電話企画、夜と電話で夜との声が先行公開された。なお、キャストについては同年10月4日に一挙発表された。2014年2月13日には、レコチョクが実施した人気冬アニメランキングで第1位の光月の冷徹に次いで、 第2位となったことが報じられた。2014年5月9日には、同年4月時点で着信数が100万件を突破した夜と電話が24時をもって終了することを記念し、21時から23時を総復習タイムとして、ボイスパターンを切り替えていく、スペシャル企画が実施された。2015年には、アニメ第2期決定に伴い、夜と電話が復活した。 2015年10月から放送が開始された第2期、野良神荒ゴトの,の BGM 中に、イスラム教で礼拝を呼びかけるアザーンが使用されていたことが明らかとなり、同年12月5日に制作委員会が、イスラム教やその信者らへの侮辱や冒徳の意思はなかったと謝罪。同年11月25日に発売済みだったサウンドトラックが回収され、 BDDVD の発売が延期になる事態となった。その後、BS 富士は番組紹介ページでこの事態を重く受け止めており、当分の間、放送を休止すると発表。後に、BS 富士のキッズアニメーションのページで編成上の都合により放送を終了したと発表され、結果、9話で途中打ち切られた。大対策として、 残りの10話から13話は2016年1月に BS11 で放送された。エンディングテーマに人も作詞、作曲、編曲は両、歌はティア。舞台、野良神神と願いのタイトルで2016年1月28日から1月31日にアイア2.5シアター東京で上演。主催は、エーベックスピクチャーズ、演出、脚本は、伊勢直弘が担当。 キャスト舞台、野良神神と絆のタイトルで2017年2月16日から2月26日に、アイーア2.5シアター東京で上演。キャスト野良神荒ごとに関するカテゴリー、野良神、新都園に関するカテゴリー。ありがとうございます。